無法末の一章は、岩下俊作の小説。福岡県小倉を舞台に、荒くれ者の人力者夫、富島松五郎と、良き友人となった矢先に急病死した、陸軍隊尉、吉岡の遺族との交流を描く。1938年に、富島松五郎伝の題名で学校し、改造の検証小説に応募して、加作入選した。 翌1939年に九州文学10月号に掲載、中央分断の目に留まり、1940年にオール読み物6月号に掲載され、第10、11回、直木賞候補作となった。1943年に大英京都撮影所が無法末の一生の題名で、最初の映画化をした際に脚色を担当した伊丹万作が当初は陰圧と名付けたが、 売れそうにないとの理由で、無法末の一生をとつけられた。以降、映画、テレビ、舞台でたびたび取り上げられ、あくまでも現代に愛着とこだわりを持っていた。岩下自身は、この会題に長年の暗色を示していたが、世の中の指示に従い後に、無法末の一生と会題したが、2019年現在も、出版されている各種文学資料本には、富島松五郎伝と、 従来通り記述されている。1959年、北九州市国楽古仙場町に、無法松の日が建てられた。明治30年、小倉に、無法松と呼ばれる人力社夫の松五郎がいた。松五郎は、爆撃で故郷を追放されていたが舞い戻り、若松警察の激犬の先生と喧嘩をして、頭を割られ、きちん宿の上島屋で寝込んでいた。 そんな松五郎は喧嘩っ早いことで評判で、ある日、芝居小屋で仲間の熊吉と末席でニンニクを炊いて嫌がらせをし、木戸番と喧嘩するが、土地の顔役である結城十三の仲裁で素直に謝った。松五郎は息と狂気のある男だった。松五郎は堀に落ちて怪我をした少年、年夫を助ける。年夫の父親は陸軍隊員の吉岡小太郎であり、 これが縁で松五郎は、吉岡家に出入りするようになった。しかし、吉岡隊は、雨天の演習で風邪を引き休止した。夫人の吉子は、年尾が気の弱いことを心配して、松五郎を頼りにする。松五郎は、夫人と年尾に献身的に尽くしていった。やがて年尾は、小倉中学の四年生になり、新田を陥落を祝う、超鎮行列の日に、他校の生徒と喧嘩をして、 母をハラハラさせるが、松五郎は逆にそれを喜び喧嘩に加勢した。その後、敏夫は五校に入学し、松五郎とは疎遠になっていった。小倉祇園大鼓の日、夏休みのため敏夫が五校の先生を連れてきて、帰省した。本場の祇園大鼓を聞きたがっていた先生の案内役をしていた松五郎は、脱脂に乗って、バチを取り太鼓を打つ。流れ打ち、勇駒。 暴れ打ち。長い間聞くことのできなかった本場の祇園大鼓を叩き、街中にその音が響いた。それから数日後、松五郎は吉岡家を訪ね、夫人に対する死亡を打ち明けようとするが、わしの心は汚いと一言言って、彼女の元を去った。その後、松五郎は酒に溺れ、ついに雪の中で倒れて死んだ。彼の遺品の中には、夫人と、 年を名義の預金通帳と、吉岡家か,からもらった修儀が手をつけずに残してあった。映画はこれまでに4度制作された。特に名高いのは、伊丹万作脚本、稲垣博監督の1943年版と1958年版の2作品である。なお、原作が中編であり、映画と、ドラマともども、どの作品も原作通りの忠実な物語の流れで、 進行してゆく。九百六十三年四月二十八日公開。東映制作、配給。モノクロ、シネマスコープ、百四分。スタッフキャスト九百六十五年七月十四日公開。大映制作、配給。カラー、シネマスコープ、九十六分。スタッフキャスト九百五十七年七月二十三日から八月二十日まで。NTV の 山市名作劇場にて放送。全4回。1962年3月5日から4月9日まで、富士テレビにて放送。全5回。脚本は、池波翔太郎。放送時間は、月曜17時15分から17時45分と、唯一のノンプライムでの放送である。1962年8月1日から8月29日まで、NHK の 浪曲ドラマにて放送。全4回。1964年4月15日から7月8日まで、富士テレビにて放送。全13回。放送時間は、水曜20時20時56分。この作品は、CS 放送ファミリー劇場において、比較的高頻度で放送されており、その際、出演者の一人でもあった、柳沢真一が、解説役として出演している。 また、この放送においては、リマスタリングが施され、セピア色の色調で放送される。なお、主演の南原浩二は、後年、村田秀夫を座長とする無法松の一生の舞台公演において、吉岡大役も演じている。1942年5月、文学座で現代のまま初演、以来、無法松の一生の代で幾度となく舞台化された。 新国劇では、辰巳隆太郎の当たり役となったほか、宝塚歌劇団、歌手の座長公演など、多岐の団体で演じられている。1942年5月初演、森本香事務職、里見と演出。出演は、丸山さだ杉村春子、森正幸など。1944年に各地を順演。出演は、丸山さだ園その子、高山蔵さんなど。 1957年に、鈴木田だけ主演、演出で全国を巡回公演。1964年6月に、水谷八重子舞台生活50周年記念として上演。出演は、大谷一次郎、森正幸、安倍陽子など。1976年、映画で、坂東妻三郎が演じた、松五郎役を、万妻長男の田村隆弘が公演し、 二代目、坂東つまさぶろう名が、周囲から持ち上がったが高広は孤辞した。吉岡大役は、岸田無永遠物語のタイトルで、脚本、演出を、草野明が、担当、1982年3月初演、再演は1988年7月、密演が1998年7月。いずれも場所は、宝塚バウホール。 松五郎を春名ゆりが演じた。1998年に塚山正種主演で上演。商業演劇では村田秀夫、小林明、北島三郎、杉良太郎、五木博士らが演劇と歌謡賞の日本立てで公演。無法松の衣装は1958年7月に発売された村田秀夫のデビューシングルである。 一般的にはオリジナル版の無法松の一章よりも同じく1958年7月に発売された度胸占領と合わせた無法松の一章度胸占領入りとして知られており現在も多くの歌手にカバーされている1981年には村田の歌唱によって無法松の一章度胸占領入りが発売されている たまたまラジオで村田の講演を聞いた小川正夫が村田を見出し、すでに映画や演劇で知られていた18番の芸大であった老曲である本楽曲を歌謡曲化し、村田は歌手デビューを果たした。従来、舞台と映画で知られていた無法松の一生を取り上げたのは、村田の師匠である坂井雲が老曲回屈指の読書家であり、 文芸浪曲という浪曲のジャンルを確立し、このことを見習って、村田も北九州の代表的な文学であった同作を取り上げたことと、文学界切手の偏屈者と噂された原作者の岩下俊作が長年現代にこだわっていたのだが、浪曲ファンだったので浪曲家を承諾したと言われる。しかし、同年に稲垣浩監督によるセルフリバイバルと言える三船敏郎 高峰秀子主演の映画公開があったものの、ヒットに恵まれず、NHK 紅白歌合戦への出場も果たせずに、いた。しかし、1962年に、村田の王将がミリオンセラーの大ヒットとなると本楽曲も、相乗効果でヒットし、村田の代表曲の一つになった。また、1975年の第26回 NHK 紅白歌合戦では、村田によって、 本楽曲が歌唱された。作詞の吉野夫二郎は、浪曲作家として、著名な人物で村畑が出演していた、ラジオ連続浪曲の構成を担当し、数多くの浪曲台本を手掛けた。無法松の一生度胸占領、富島松五郎伝に関するカテゴリー。ありがとうございます。